私喋るの下手で、男の人も苦手だったけど MJ 君は平気。私といて楽しい？ううん、楽しいよ。すごく幸せ。隣にいると癒されるし、ずっと僕の隣にいてくれないかなって。うん。あ、これは本心だよ。嬉しい。褒めてくれてありがとう。褒めてるんじゃなくて告白のつもりだよ。これは僕の正直な気持ちだから。関根さんはどうかな。私。皆さんこんにちは、 MG と申します。本日はドット絵のあなたに恋をしてということで、関根さんルートをやっていきたいと思います。初めからで、では早速いきましょう。主人公の名前は MG と申します。入学式の日を飛ばして、あ、そんなのもあるんだ。へえ。じゃあ1週間飛ばしちゃいましょうか。1週間目。お、朝になりもう学校が始まりましたね。そうそうそう、四角とか丸とかね、ドデカゴンとかあるんですよ。さあ今日もオリエンテーションだ。うわー、ピンピンさんまだ肩幅広い。いつまで柔道部なのよ。まったくびっくりしたな。そうだよ、昨日は四角だったって。この前の時も四角だったじゃないか。さあ今回はですね、前回は、なるみさんとお付き合いしましたので、関根さんをですね攻略して付き合っていきたいと思います。ぜひともですね2人目と付き合って華やかな学校生活を送りたいと思います。お、ドデカゴンに声かけましょうか。ドデカさん、あなたは初めましてだよね。僕は MG と申します。よろしくお願いします。そうです、四角形が大好きなんです。クールな子ですね関根さん。いい子だ。あのドデカゴンって何？そんなことも知らないの？ごめんね。うん、スマホ持ってる。え、ググレカスってこと？すごい、またおられる。え、十二角形のこと言うんだ。ドデカゴンは常識。わあ、高校生だと知らなきゃいけないのか。そうだ、怪獣みたいだよね。ゴジラ対モスラ対ドデカゴンみたいな。俺言ってくれた。中村、いやもうやだ、中村と帰りたくない。もういい、中村のところはカットだ。今日はピンピンさんの姿が表現というか好感度が上がったみたいだ。悪魔の言っていけたことは本当らしい。2週目でも本当なんだな。よし、頑張っていこう。よし、今日も張り切っていくぞ。全員を高画質で見てやる。よっしゃ、1時間目の体育頑張るぞ。やばい、また覗きをしてしまう。また覗きをしてしまう。ガラガラ。あ、なるみさん、もう君とは付き合ったばっかりだよ。あ、ごめんね。ごめんよなるみさん。でも君のことは忘れてないからね、大丈夫だよ。うん、見てたっていいじゃないか、お付き合いしてるんだしね。なるみさん、じゃあ今度またなるみさん映画見に行こうね。うん、バイバイ。あ、関根さん、紹介するね。この子は私の友達、知ってるよ。ドデカゴン、この前ですね土俵際でしぶとい関根さんと言ったので、今回はドデカゴンが好きな関根さんだよねで行きたいと思います。俺もそう思う。あのね、ゆいちゃんってすごく人見知りで。はははいいよいいよ、よければ3人で帰らない？うん、帰ろ帰ろ。あ、歩いてる、かわいい。 RPG か、みえー、羊の真似？違う、ピンピンさんエミっていうからミエって呼ばれてるんだ。へえ、どうしたのゆいちゃん、メイは部活入る？うん、今んとこ決めてないかな。そっか、そんな部活あるの？これから作る。すごい部活だな。今日はひたすら勉強だ。あ、ここ確か関根さんと会える場所ですよね。覚えてる覚えてる、ストライクショットしまくったからな、なるみさんと。お、関根さん何してんだろう。あ、本ですね。よし、取ってあげるよ関根さん。 MG 君、その本僕が取ってあげる。ありがとう。そう、ポメラニアンファンタジー、まだそれ読んでたの？あ、取られた。犬好きなんだもんね。じゃあね関根さん、また会おうね。今日はたくさん勉強できたな。よーし帰るぞ。黒豆の中村なんてほっとく。あ、なるみさんと相沢さん、やばいやばいぞ、2週目でもなるみさんとお付き合いしたい。でも今回は関根さんとお付き合いするために頑張るんだ。うん、いや一緒に帰るとこ関根さんに見られちゃうとまずい、だからカットする。今日もいろいろあったな。だんだんみんなと打ち解けている気がするけど気のせいじゃないよな。今日は休みだ。
さあ行くぞ、散歩して関根さんに会いに行こうじゃないか。散歩しに来た、気温がちょうどいいな。うん、ああ関根さんがドット絵になっている。関根さんの好感度が上がってる、やったぜ。あれ、脇にいるちっちゃいのは誰？この子はデカゴンっていうの？ぬいぐるみ、うんこ。いや、さすがに関根さんにこれはまずい。ぬいぐるみ？仕方ない。ぬいぐるみのように可愛いから。あ、ワンちゃんなんだ。てか、犬も可愛いと呪いが効くんだな。なるほど。可愛いな。あ、可愛い。もう最高、ワンちゃん。あなたのことが気に入った場合。あ、やった。よかった。今日はお散歩して関根さんに会えたからな。明日も頑張ろう。2週間目。今週も正方形の子たちと仲良くなれるように頑張ろう。誰かを待とう。さっさと授業に行く。もう今日はさっさと授業行きましょう。あ、美術室だ。懐かしい。すごい懐かしい。あ、相沢さん。相沢さん、これハリーポッターに出てたあの人みたいじゃないか。いいな、相沢さん。今度相沢さんも攻略しましょうか。よし、頑張るぞ。やばい、口と目しかわかんないと、僕の絵心のなさ。よし、じゃあここで1枚絵を挟みます。僕が相沢さん描いてみた、こちらです。皆さんいかがだったでしょうか。私絵心がないのでいつもこんな感じですが、あや、これよりはうまいな、これよりはうまいな。僕芸術作品下手くそ、うん、芸術的だな、ピカソみたい。うん、イケメンすぎて自分の顔に惚れそう。ありがとう。絵には自信あるんだ。漫画家目指してたんだ。これは今度攻略したいですね。おかご掃除当番。早くゲームしたい。あー、柔道部来た。ピンピンさん、柔道部だよ、いつまで経っても。出たよ、ほうき。出ました、ほうき。この高画質度やばいな。サボり頑張ります。もう、柔道部とは一緒に掃除したくない。みんな高画質になってきたけど、僕は好かれてるのかな。それでも朝は来るんだよな。今日も頑張ろう。金婚冠婚。はあ、はあ、関根さん、どうしたの、そんなに慌てて。俺の票がダダ上がりだ。よーし、 4K60fps、 いや 144Hz のモニターで見て 144fps 出してあげるぜ。やばい、関根さんともストライクショットできる。頑張ろう。ボックス見して。おー、ランクカンスト勢じゃないか。 YouTuber 関根。よし、今日は中村置いて帰ろう。どうやって帰ろうかな。こうやって帰る、ああやって帰る。この前ああやって帰ったんで、今日はこうやって帰りたいと思います。あ、 MG 君、お、来たなー。ハリーポッター、ハリーポッターのあの人だ。突然だけどにらめっこ、え、にらめっこ、僕顔出し実況はもっと登録者数が多くなってからだよ。にらめっこなんて小学生以来。こんな面白い遊びそうそうないよ。じゃあ一緒にやろっか。うん、せーので、アップップアップップ、かわいい。え、なんで笑ってくれないのって、ドン引きしたよ相沢さん。相沢さんドン引きだよ。今日は休日、何も予定がない。よし、関根さんに会いに行こう。散歩しに来た。ワンワン、あの声は、はっ、関根さんとデカゴンだ。かわいいな、デカゴン最高だ。ゲーはできるのかな。デカゴンお手、ワン、おかわり、ワン、伏せ、ワン。うわー、かわいい。でもちっともできてない。そんなデカゴンが大好きだ。それよりあなたは犬好きなの。うん、大好き。ワンワン。うわ、あ、ミニチュアダックスフンドかな。あなたのことがとても気に入ったみたい。やったね。デカゴンあんまり人に懐かないんだ。飼い主に似たのかな。バイバイ関根さん。明日も休日なんだけど、あ、電話かかってくるかな。あ、来てる。関根さんだ。やった、来た来た。関根さんのお家に行って読書？何の本を読むの？よし、関根さんとお家デート。よし、早く寝て貯めておこう。おはよう。よし、関根さんのお家遊び行くぞ。やばい、変な汗かいてきて、一回シャワーを浴びておこう。臭いのはまずいぞ。こんにちは。あ、関根さん上がって。はい、お邪魔します。ごくり。あ、すごいおしゃれじゃん関根さん。いやー、でもちょっと気になるな。クーラーの風が直接ベッドに当たる。これ寝てるとき寒いパターンだからすごく気になるな。今日読書するんだよね。あなたにぴったりの本がたくさんあるから、ぜひ読んでほしくて。どの本かな。マルチーズ伯爵の音み。やめとけやめとけ。へえ、ミステリーとワンちゃんが好きなんだ。お茶持ってくる。いってらっしゃい。よし、その間にベッドの匂いを嗅ごうじゃないか。
さて読もう。真面目かよ。黒ラブ団の闇金、いやまずいまずい、闇金とか YouTube でまずいって。関根さん遅いなあ。1階から話し声ができる。そんなこと言わないで教えてよ。誰がピンピンさん以外のお友達連れてくるなんてめったにないんだから。お母さん、僕お友達じゃないですよ。素敵だと思うけどな。ゆいの隅にも置けないわね。もうママしつこい。あー素敵だな、お母さんと仲いい子っていいですよね。家族で仲がいいって。はい、お茶ありがとう。お母さんとの会話聞こえた？聞こえちゃった。何も聞こえなかった。いやこれ迷うな。何も聞こえなかったにしましょう。関根さんがお母さんのことママって呼ぶの知らないし、それならよかった。心配性だな関根さんは。いや関根さんかわいい。今日は絶対頑張って関根さんと付き合うぞ。うん、また学校で会おうね。今日は関根さんとおうちデートをした。女の子の部屋に遊びに行くななんて、何事もなく終わってよかった。ダメだ、そこで甘んじるな MG。 頑張れ。高校に入学して俺に妙な呪いがついてから2週間が経った。美少女たちとはそれなりにうまくやってきたが、一向に高画質にはならない。もう時間切れが近いのに、恋っていうのは難しいんだな。よし、3週間目ラストだ、頑張ろう。着いたら眠りについていた。今日もいつも通り頑張るぞ。その前にトイレ、さっさと席に着こう。んー、ちょっとトイレ行きますか、この前席着いたんで。あー漏れちゃう、まずい。いて、なんだ、通れない。ちょっと MG 君、はっ、もうやっぱりハリーポッター出てたでしょ。相澤さん大スターじゃないか。おっとっと、あわわ。でもぺちゃんこだな。あ、床丼、これはやばい。これ YouTube で放送できるか。ごめん、ほんとごめんなさい。大丈夫、わかったよ。土下寝しないで、君バキ知ってるでしょ。僕バキ大好きだよ。でもわざとじゃないってわかってるよ。 ありがとう。次から次へとラッキーな展開だ。まあ君だから許せちゃうって感じだな。あ、だからってもっと触ったりして。ちょ待って MG、 お前何か触ったのか。それ以上はやめとけ。お、チャイムだ。中村は、中村はいい。もう絶対に中村とは絡まない。あわよくば誰かと会え。よし、まっすぐ帰ろう。これで、関根さんに会える。やばい、相澤さんって言いそうになっちゃった。はあ、関根さん、テリー伊藤みたいなサングラスつけてる。もしかしてメガネ、メガネっ子なの関根さん。うん、関根さんってメガネするんだ。あ、最近目悪くなってきちゃったんだ。大丈夫？メガネも似合ってて可愛いね。僕メガネっ子好きだな。雰囲気によく似合っている。普段の関根さんも可愛いけどね。画質が荒いけど、それはわかる。これからもメガネかけていこうかな。あなたの顔もよく見えるし。そんな見ないで、恥ずかしい。ふふ、うわー、可愛い関根さん。うん、途中まで一緒に帰ろう。今日も夜がやってきてしまった。このままでは3週間が過ぎてしまう。けどこの際、諦めようかと思えてきた今日この頃だ。今でも問題なく生活できているし、美少女がこの目で見られないのは残念だけど、誰か俺のことを好きになってくんないかな。来るぞ、ここで絶対高画質になってる。やっていけないぜ、MG 君。その声は関根さん。かわいい関根さん。おはよう。どうしたの関根さん、なんで驚いてるの。なんでもないよ、本当になんでもない。うん、教室一緒に行こう。とんでもなく可愛かった。やっと最高画質になったんだよな。よし、今回は 144fps で見てやるぜ。ぬるぬるだぞ。あ、初めて放課後図書室来ましたね。これは期待できるぞ。今日の授業はどの辺だったっけな。全然わからない、困ったぞ。あ、何してるの関根さん。静かに。あ、ごめんなさい、ちょっと復習してるんだけど、どこをやったかすら忘れちゃって。うん、見せて。はい、顔が近い。ここはこうで、こっちはこう。あ、すごいよ関根さん、問題すらすら解いてる。ここは簡単だから。関根さん先生みたいだね。優しくて美人な先生だ。はい、これで終わり。ありがとう関根さん。関根さん、あ、チャイムが鳴っちゃった。図書室閉めますよ。じゃあ二人きりで図書室残ります。あ、もう帰らないと。うん、じゃあまた明日ね、バイバイ。可愛かったな関根さん。優しくて頭が良くてミステリアスなところも素敵だ。君が好きだと。昨日から関根さんのことが頭から離れない。この思いどうにかして本人に伝えなければ。しかしシャイな関根さんにいきなり踏み込むのは危険だ。よし、ピンピンさん、
いやピンピンさん用事ないよ、部活行きな、柔道、柔道部行きなよ、よもう十分聞いてる。え、ゆいちゃんはね、え、僕のこと心から信用してる、私にはわかる。そうなんだ、ありがとうピンピンさん。じゃあ柔道頑張ってね、全国大会応援してるよ。関根さんどこにいるだろうか。あ、関根さんどうしたの、俺に心を開いてるんだもんな。よし、あのさ、よかったらまた勉強教えてほしいな。やった、よし、図書室だ。放課後の図書室、利用する学生はいつも少ないけど今日は特別に少ない。ほとんど関根さんと二人っきりだということになって、ここの公式を代入する。これで署名は終わり。ありがとう。なんか質問ある？質問、関根さんはさ、僕といて楽しい？私喋るの下手で、男の人も苦手だったけど MG 君は平気。私といて楽しい？ううん、楽しいよ、すごく幸せ。隣にいると癒されるし、ずっと僕の隣にいてくれないかなって。うん、あ、これは本心だよ、嬉しい、褒めてくれてありがとう。褒めてるんじゃなくて告白のつもりだよ、これは僕の正直な気持ちだから。関根さんはどうかな。私散歩しに来た、気温がちょうどいいな。うん、ああ関根さんがドット絵になっている。これからもメガネかけていこうかな、あなたの顔もよく見えるし。そんな見ないで、恥ずかしい、心配性だな関根さんは。いや関根さん可愛い、今日は絶対頑張って関根さんと付き合うぞ。うん、また学校で会おうね。あのさ、よかったらまた勉強教えてほしいな。やった、あ、関根さんの顔が真っ赤だ。いきなり悪いことしてしまったかな。関根さん大丈夫？あの、ごめん関根さん、無理に返事くれなくていいよ。やった、関根さんとお付き合いだ。わ、それじゃあ私とお付き合いしてください。え、やったぞ。もう、それにしても関根さんの案内大きい声初めて聞いた。ここは図書室だから、そうだね、静かにしないとダメだね。 MG 君もだよ。ごめんごめん、じゃあそろそろ一緒に帰ろう。でさ、手とか繋いだりしない？気が早い、やっぱりダメか。いいよ、やった関根さんとは付き合った上に勉強も教えてもらって手も繋げた。よっしゃ、嬉しいぞ。かわいい関根さん。あれから学年も上がり、受験を視野に入れて勉強の日々が始まっている。関根さんは難関大学の工学部を目指し勉強中。俺はまだ決まってないけれど、関根さんに釣り合う男になるよう努力は惜しまないつもりだ。わからないことは関根さんに教えてもらっている。俺にとってはこの時間が最高だ。俺にかけられた呪い、いつの間にか溶けていて、他のみんなも高画質になっていた。みんな可愛かったけど、やっぱり関根さんが一番可愛い。呪いのおかげで関根さんとこうして過ごせるのだから、あの悪魔には感謝しないといけないな。ありがとう悪魔、ありがとう関根さん。そしてもう一回言います、このゲームを作ってくれた人ありがとう。僕は最高に幸せだぜ。あー、よかった付き合えて。皆さん、関根さん編もご覧いただき誠にありがとうございました。もしですね、この動画良ければ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さん、最後までエンディングをお楽しみください。バイバーイ。